はい、皆さんこんにちは、アイロニーの谷口です。今日も、アイロニー認定校の、講師紹介の動画になります。今日は広島、アトリエローズママさんの、松田一子先生に来ていただいてます。お願いします。わー、ありがとうございます。一子さん、ありがとうございます。はい、一子さん、はい、アトリエローズママさんは、はい、どういう形態で、はい、お仕事されてるんですか？はい、はい、自宅サロン、自宅サロンアトリエで、はいはい、フラワーレッスンをしています。はい、これも何度も伺ったことお世話になっております。もう宴会で宴会で何度も伺っておりますが、はい、ありがとうございます。はい、もう周りもね、はい、素敵な、いちこガーデンがね、いちこガーデンにいい素材埋まってるんですよね。それ用の花ばっかりが、はい、うっそうと植えてあるという。はい、はい、そうです。昨日もね、ちょっと出発前、はい、あそこにジャスミンあるなと思いながら、あれを切っていってとか思いながら、はい、っていうのがありましたけども、はい、はい、そこで、はい、広島の、中でいうと位置的にはちょっと西の方になるんですけど、はい、佐伯区っていうところです。佐伯区っていうところ、はい、はい、わかりました。そこで、はい、されてるんですね。もうどのくらいになりますか？はい、お仕事、はい、仕事、はい、花の花の、そうですね、花のお仕事を始められた、始めたのは、はい、いけばな教室からなので、はい、もう何年になるかな、27ぐらいから、はいはい、近所の方、いけばな、習い始めたのが、うん、いけばな教室、あ、もうその自分で教えているのが、そのいけばな教室に、はい、ずっと通っていて、はい、その先生が上手になるためにはやっぱり人に教えなさいって言われたので、はい、そこからじゃあ、うん、そう、教室をしようと思って、はい、まず、まあ、近所の方から本当に3人ぐらいの方に来ていただいて、うんうん、いけばな教室を始めたのがきっかけです。うん、そうなんですね。いや、もうそれ僕も本当に、うん、日々実感しますけども、やっぱり実力がすごく技術がこう上手になって、じゃあ教えようかっていうんじゃなくて、うん、技術上手になりたい人が、うん、もうどんどん教えてもらうといいなと思うので、あるいは認定校も、まあ、そういう趣旨でね、教室どんどんしてもらうっていうのはいいことだと思うので、ね、後押しのためにしてるんですけども、ああ、そうですか。はい、そういうふうにいけばなの教室を、はい、はいはい、でそこからそこから、はい、フラワーアレンジの方の勉強をして、うんうん、通信の方でしたんですけど、はい、それで、はい、FDA というところの協会に入って、はいはいはい、そこで、パリスタイルの留学があり、うんうん、はい、それに行ったんですけど、こういう、はい、こんな神殿のシャンペトールのような花のパリスタイルではなく、はいはい、もうちょっとテクニカルな、国家資格 のような形の、はい、部分もありますからね。はい、それがパリスタイルだと思ってたんだけど、はい、あ、こんなスタイルもあるんだっていうことで、ちょっと魅力がこちらの方に、はいはい、じゃあ、いちこさんは、はい、アイロニーとの出会いというか、はいはい、はどこで見つけていただいて、はい、谷口先生が広島で、はい、レッスンあるっていうのを、はい、フェイスブックで見つけたんです。あ、もうじゃあフェイスブックしてる頃、はい、うん、はい、広島をポツポツと何度も、はい、もう駆け出しの時から呼んでもらったりとかで来させてもらってるんですけども、はいはい、じゃあ、2回目ぐらいの時ですかね。はい、そうです、ね、そうです、はい、イベント、デモンストレーションとレッスンのイベントがあった時に来ていただいたと、はい、行きました。 ありがとうございます。はい、その時、はい、はい、でそこからということはどのくらいか、でももう10年とかじゃないですか。そんなになりますかね。なるかも、なるんじゃないですか。10年ぐらい前ですよね。まだパリに行こうとかそんな時ではなかったんで、だからそこで知ってからの、はい、その、はい、パリに進出される、はい、そのブログがすっごく面白くて、あ、そうですね、そうですね、そこでもう、
目が離せないみたいな、ずっと要チェックして、ありがとうございます、はい、まあ、大変な、ね、感じでしたから、僕はまあ割とあの飲食店の人とかに比べるとスムーズに店は出せたなっていう方みたいなんですけども、まあでもそれでもいろんなこともあって、もうたくさんの人に応援していただいて、 ね本当になんかもうね、はい、ご縁がご縁、まあそうやってね、伊調さんたちもね、そう目が離せないと思ってくださってる、そういうのが、はい、あの応援になって、はい、頑張れたと思うので、はい、ありがたいです、はい、認定校は伊調さんは、はい、1期生で、じゃあディプロマを、短期集中ディプロマを取得して、途中までしか取ってなかったんですけど、はいはい、谷口先生問い合わせたら、はい、あの途中でも最後まで取ればいいよということで、並行して取るっていう形の一番最初にやり始めたような感じでね、はいはい、それは短縮コースを、他の方は9月スタートだったんですけど、はい、私は、12月スタートで始めました、はい、そうですね、はい、ってことは、2年、はい、2年になったね、はい、あ、もう2週していただいてありがとうございます。どうですか、はい、はい、認定校レッスンはどんな感じで、うん、すごくやっぱりあの、はい、普段扱ってなかったような家財が、うんうん、あの使えるし、はい、それからもう前からその谷口先生のことをね、うん、あのそうやってブログで見てたりとか、はいはい、そういう応援している人たちがすごく楽しみに来てくださいます。もともとの越子さんのところの生徒さんも、うん、はい、アイロニーのクラスも受けてくれたり、うん、はい、そうです。で新規の方とかも、新規の方もいらっしゃいます。新規の方は本当に県外からも、はい、そうやってあの高速山陽道のインターチェンジが近いので、はいはいはい、ほら高速道路を使って車で来てくださったりします。はい、あ、そうですか。あのから通常にレッスンしている時も、うん、その谷口先生の話をしてたので、うんうん、みんなが一緒になってなんか応援するみたいな感じのところがあって、ありがとう、嬉しい。で、はい、そこでやるよって言ったら、うん、やっぱりね、はい、皆さんそちらへ来てくださって、はいはいはい、ありがとうございます、はい、仕入れは、じゃあ越子さん元からお仕事されたってことは、はい、広島の市場とも、うん、取引もあって、あ、はい、なので、うちが、はい、サポートするような形で、はい、加工しているルートと、はい、その既存の仕入れルートも使いながら、はいはい、両方使ってます、ね、はい、東京から送ったり、まあ、うん、あのもともと認定校のレッスンを、供給してた、はい、人が独立して今大阪でね、そうですね、 HA さん、くるくるのね、くるくるの HA が、はい、はい、HA のね、ところも、はい、あの仕入れていただいて、もう努力していただいて、あ、本当ですか、はい、まあそれはね、あんな毎年飲み会で、はい、あんな飲ましてもらってた、美味しいものを食べさせてもらってたらね、はい、それはよく頼りにしてます、はい、もう一番いい花、はい、はい、出荷しないとダメですよね、はい、あれはね、はい、はい、あ、いいじゃないですか、はい、いちこさんは、じゃあ、プライベートなことも聞いていいですか。パパさん、はいはい、あのご主人とすごく仲良く、はいはい、ね、あのもうご結婚して何年ぐらい、はい、30年お子さんは3人います。3人、うん、あ、おいくつぐらい、もう成人して、はい、もう成人してというか、はい、もう特に、はい、もう上は30、その最初の頃って、その生け花の教室始めた頃は、はい、でまだ、まだ下がった頃でしょ、2人目が生まれてちょっとぐらいですかね、はい、はい、その頃だ、あの、うん、だから連れてそこに、リビングで一緒に連れた状態で、うん、でも近所の方とかだったので、はいはいはい、でそちらも親子で来たりとか、でまた子供たちがあの、はい、あの大きくなれば、うんうん、そのママ友とか、はいはい、でその親子で一緒みたいな、いけばな教室で週一だったので、はい、結構ちょっと毎週、毎週週いけばなって週一ですね。あ、そうなんですね、毎週木曜日がそのお花の日ということで、はいはい、だったので、でもあれを続けてたから今があるなと思います。あ、そうですか、うん、もうでもすごい
すごいもんね、いちこさん。でもあの頃はでもあのお花屋さんで買ってましたよ、花は。ああそうですよね、昔はそうですよね、あの、うん、いけばのお稽古ってお花屋さんでね、お花屋さんでお花を注文して、はい、もうセットしてもらったものを、そうか、そういうね、はい、ね、母は強しですね、やっぱりね本当に、はい、思います。そうだからなんか今あの認定校の、あの先生たち同士の、はい、コミュニティというか、うん、みんな仲良くしてくれてて、そうですよね、なんかたまになんかいろいろ例えば、創価の研修があったりとか、うん、はい、年に、1回デモンストレーションの、うん、イベントがね、うん、認定校の先生たちで集まって、うん、デモンストレーションのイベントがあったりする時なんかも、まあ、交流があって、ね、はい、ちょうどその頃で大変っていう人もいるじゃないですか、ね、そういう人たちにいろいろアドバイスしてもらえたりとか、うん、なんかそういうこういいコミュニティがあってすごくありがたいなと、うん、いちこさんもみんなウェルカムにしてくれるから、ね、本当になんかね、その花お花 の, その仲間ができるっていうのが、うん、はい、一人で参加しても、うん、そうやって仲間ができるっていうのが、うんうん、もうすごく良、はい、かったし、はい、うん、もうそこは本当に感謝してます。ああ、もうそういう出会いをいただいたことに、はいはい、いやもう嬉しい、ありがとうございます。でなんかもうみんな同じ気持ちの人たちが集まっているので、はい、なんかもう人が喜ぶことが好きな人ばっかりじゃないですか。はい、だからそういう人が集まってきて、うんうん、そういう人ばっかりなので、はい、本当に楽しいですね、一緒にいて、そうそうそう、一緒にいて居心地がいいというか、誰が成功してるからとかね、妬、うんうん、んだりとか、うん、もう足の引っ張り合いとかも、みんなで一緒に、ね、うん、そうそうそう、頑張ろうみたいなところがすごく、うん、はい、そう、それいつもあの、うん、広島の認定校のレースジャパンツアーで回って、あのいちこさんに呼んでもらって、もういちこさんみんなも来る来たい人もみんな受け入れてやってくれるのがもうそれを一番表してるなと思って、ね、おしゃれな場所じゃないのでね、なんかね、なんですけど、ありがとうございます、はい、でもこれからもまたみんなを引っ張っていってもらえる、はい、受け入れていただいて、はいはい、でこの動画の最後にいつも、はい、先生から谷口に一言いただいておりまして、はい、はいはい、ぜひ何かあれば一つ、はいはい、ぜひご家庭を大事にして奥様あっての、そう、本当に本当にそうですね。本当にね、はい、あの留守の間、はい、そうですね。もう留守がちなんで、奥様が守ってくださってると、はい、そうですね、いちこさんのところを、そこをね、やっぱりね、はい、最後、はい、大事にしていただきたいなと、はい、お手本に、はい、ね、パパさんのようにね、パパさんの本当に面白いいちこちゃんって言ってね。なるように、はい、頑張っていきたいと思います、うん、本当に健康に、健康もそうですね、はい、気をつけて、はいはい、谷口さんが元気じゃないと、はい、みんなついていけないので、わ、はい、かりました、そこはどうか、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします、管理をして、はい、体重も本当に、はい、キープしつつ健康に、はいはい、頑張っていきます、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ということで、今日は、広島のアトリエローズママの松田いちこ先生に来ていただきました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。